ということでですね、今日は雑談っていう感じですかね。でですね、今日どういったことについて話をするかっていうと、もちろんね、これタイトルにもあると思うんですけれども、新型コロナウイルス。まあ日本でもね、これ今増えてますけれども、欧米ではね、もっと第2波起こってますよね。もうなんか第2波って言いますけども、長いですよね。まあとにかくね、今世界では、どんどんね、新型コロナウイルス、少なくともね、感染者、これ増えてきてますよね。もちろんね、こんだけ感染者数増えると、死亡者数もね、増えてますけれども。でですね、今日中でもちょっと話をしたいのが、ロシアです。実はですね、ほんと先日、2日ぐらい前ですけれども、ロシア人の友達にね、まあ、ロシアのモスクワにいるんですけれども、基本的に。ちょっとね、メッセージを送ってみたんですよ。まあですね、これ、どういうメッセージを送ったかっていうと、別にね、最近新型コロナどうっていうわけじゃなくて、僕は単純にね、まあ、特にね、新型コロナがどういう状況かっていうのをね、聞きたくてメッセージしたわけじゃないんですけれども、なかなかね、新型コロナウイルス終わらないんで、僕ね、すごいモスクワに行きたいんですよ。まあ何しに行きたいかって言ったらね、別に何ってわけじゃないですけれども、僕結構モスクワが好きで、1年とまでは行かないですけれどもね、半年以上はね、滞在したりとかしてるんですよ。なんでかっていうと、まあ好きだから、なんか住みたい感じのところなんですよね、僕的には。まあそういったこともあって、最近ね、モスクワ訪れてないんで、友達に、久しぶりにモスクワに行きたいんだけどさ、コロナ終わらないよねっていうね、まあそういったメッセージを送っただけなんですよ。そしたらですよ、そこからちょっといろいろ分かったことがあったんで、今日動画で話をしようと思いました。今日はですね、ちょっとロシアの話メインなんですけれども、実はですね、ロシア人の友達とやりとりした後に、ちょっとね、ロシアの隣のベラルーシ、こっちの国の友達にもね、メッセージ出してみたんですよ。まあなんでメッセージ出したかっていうとね、まあ今日ちょっと話してればわかると思うんですけれども、まあロシアからの流れでベラルーシにもね、ちょっとメッセージ出したんですよ。ということでね、早速、ロシアの友達とどういうメッセージのやりとりがあったのか、そして何がわかったのかの話をしていきたいと思います。でですね、これ、インスタグラムでやりとりしたんですよね。だからちょっとね、インスタグラムの画面を見ながら、まあ、パソコンで見ますけれども、実際のやりとり、実際のメッセージに沿って話をしていこうと思います。まずですね、僕が、いやー、久々にモスクワ行きたいのに、全然コロナ終わらないね。まあ、そういったメッセージを送って、でね、まあ、お互い最近どうしてるみたいな話になるわけですよ。そしたらですね、向こうからこういったメッセージ来たんですよ。今ちょうど回復してるところ、まだ咳が出てるけれども、もうここではみんな今病気だよ。あ、ちなみにね、これちょっとリアルタイムでやり取りしてるわけじゃなくて、僕が何個かメッセージを送って向こうが何個かメッセージ返してくるって感じなんですよ。だからちょっと続いてるんですけれども、なんか今ですよ、回復してるところ、まだ咳は出てるけれども、もうここでは皆今病気だよ。あ、超最近のニュースなんだけど、最近プロダクトマネージャーに出世しました。そういったメッセージがね、まあ、まとまってきましたと。で、他にも、なんか自分が成長できることや面白いと思うことを探そうとしてるんだ。あなたはどうですか？まあ、ちょっとわざと直訳っぽく話しますね。そして、待ちましょう。モスクワに来れるようになるのを。っていうところでね、終わってるんですけれども、そこで僕は返すじゃないですか。ちょっとね、今コロナ以外にもいろんな情報入ってましたけれども、皆さん気になるのはね、もちろんコロナですよね。これ友達からのメッセージの冒頭にね、まあ、さっき読んだ通り、回復してるところ、まだ咳は出てるけれども、もうここでは皆、今病気だよ。ってね、こんなメッセージがあるんですよ。これ見逃せないじゃないですか。これなんだこれはっつって。で、僕が、コロナ？え、何？お前コロナになったの？って聞いたんですよ。だってね、病名とか何も書かずに、今回復してるところ、まだ咳は出てるけれども、今ここではみんな病気なんだよ、つってね、モスクワの人が言ってきてるわけですよ。コロナ？って思っちゃうじゃないですか。だって僕はね、そんなことを聞きにメッセージしたわけじゃないわけですよ。モスクワに行きたいけれども、コロナが終わらねえなってね、メッセージしただけなんですよ。そしたらね、今ちょうど回復してるところって、ってなるじゃないですか。それで僕はですよ、え、コロナ？お前がコロナにかかったのか？え、びっくりするんだけれど、あ、まあまあ、ちょっとね、ちょっとびっくりするわ、つって。あまりびっくりするとね、向こうもね、なんかちょっと嫌な気持ちになるかもしれないなと思って。一応、ちょっとびっくりするってね、ちょっと付け加えてるんですけれども。でね、そしたら向こうから、やっぱりね、イエスって返ってきてるんですよ。何がイエスかっていうと、そうそう、コロナにかかったっていうね、そういうイエスが返ってきたんですよ。やっぱコロナだったと。あ、ちなみにね、この友達って言うとまだ20代です。だから若いんですよね。で、僕は続けて、もちろん俺もね、今ロシアでコロナの感染者ってのはね、増えてるのは知ってるけれども、それでもちょっとね、お前が感染したってのはびっくりだよって返したわけですよ。まあ、まだ若いしね。とりあえずですね、ちょっとロシアのグラフ、感染者のグラフ、皆さんも一緒に見ましょう、これ。ということでこれ見てください。まあ、相変わらずね、ロシアっていうとこう感染者急増してますよね。そして上げ止まらないと。今ね、1日の感染者数が2万を超えてきてますね。そして一応死亡者数で見ると、まあ、400人ぐらいですね。っていうことでね、僕はこういった情報をね、まあ、ちょこちょこ見てるんで、頭に入ってるわけですけれども、それでね、友達にこういう風に返したんですよ。確かにね、今ロシアの感染者数がすごい増えてるってのは知ってたけれどもね、それでも1日2万人ぐらいでしょ？アメリカと比べたらまだまだ少ないよね、人口加味しても。っていう風にね、メッセージしたんですよ。
で、友達から返信来たんですけれども、その前にちょっとね、アメリカとロシアの比較行きましょう。はい、これ。これがね、アメリカの今の感染者のグラフです。どうですか、これ。1日アメリカって言ったらね、今、1日の感染者が15万人を超えてると。で、一方ロシアですよ。さっき見てもらいましたけれども、1日の感染者が2万人でしょ。だからね、7分の1、7倍違いますよね、ロシアとアメリカだと。ただもちろんね、これ人口が違いますよね、アメリカとロシアだと。アメリカの人口がですね、今、3億2800万人ぐらいです。そしてロシアの人口が1億4400万人。だからね、人口の比で言うと 2.3 倍違うんですよ。でもですよ、これ。人口 2.3 倍違いますけれども、感染者の数で言ったらね、アメリカが7倍多いわけですよ。だからね、これなんとなく僕の感覚でしかないですけれどもね。あくまでね、アメリカと比べるとロシアっていうのはね、人口における感染者数っていうのは最近、7分の1なわけじゃないですか。累計じゃなくて最近ね。だから多いっつってもね、逆に言うとアメリカの7分の1ぐらいだから、そんなね、自分の友達がかかると思ってなかったわけですよ。まあだからそういった風にね、このやり取りしてるロシア人の友達にもね、言ってみたんですよ。ロシアが増えてるのは分かってたけれども、そうは言っても1日2万人でしょ?アメリカと比べたらね、全然少ないでしょ。それなのにお前かかっちゃったんだっていうと、そしたらね、こういう風に返信が来ました。ああ、そのロシアが1日2万人の新規感染者っていうのはね、それ間違いだから、かっこ笑い。みたいなね、そう。政治的な理由、かっこ笑い。まあだからね、ロシアが出してる数字ってのはあんな嘘だからっつってね、まあモスクワに住んでるロシア人が言ってるわけですよ。そして本人はね、感染してますからね。1日2万人の感染者、あ、それ嘘だから笑い、みたいなね。そういった返信がね、ロシア人から返ってきました。まあそれで、ここモスクワは、僕の友達モスクワにいるんで、モスクワはね、もうみんなね、病気になってるからっつってね、まあ、ちょっともちろん誇張表現入ってると思うんですけれどもね、まあそういったね、返答が返ってきたと。それで続けて、まあ、自分の話に戻るんですけれどもね、この人の。もう自分は感染して、4週間も家にいましたと。まあ、だから自主隔離してたってことでしょうね、4週間。まあ、4週間長いですよね。それで、今回復してきていて、もう基本的に大丈夫なんだけれども、まだ咳が鬱陶しい。咳に悩まされてると。まあ、そういうふうに言ってるんですよね。そして、匂いがない。っていうふうに言ってるんですよね、この人。もうだからね、今読んだ通り、もう4週間経ってるんですけれども、まだ咳がね、治らないし、そしてね、何よりも、匂いがないっていうね。だからこれ、いつぐらい治るんでしょうね。いわゆるだから典型的なね、後遺症ですよね。まあ何もかんもね、新型コロナ陽性になってね、それで回復して陰性になった。で、陰性になってからね、1週間、2週間ってらね、当然まだ症状があってもおかしくないじゃないですか。だから僕もね、何もかんも後遺症って言葉使うのは嫌なんですけれども、なんか後遺症って言葉言うとね、なんかこう、一生残るみたいな響きがあるじゃないですか。僕らもね、普通に風邪ひいて、風邪から治った。治ったって言いますけれどもね、それでもまだちょっとだるかたしますよね。だからこれは後遺症って呼ばないですよね。まあだからね、要は何でもかんでも後遺症って僕は呼ぶのは好きじゃないんですけれども、ちょっとわかりやすく後遺症って言っちゃいますけれども、一応ね、この僕の友達ってのは4週間経ってるけれども、まだね、咳が治んなくて、そしてね、何もこう、匂いがないんだそうです。まあ一応後遺症かなと。もちろんね、これ僕いつか治るんだろうと思ってますけれどもね。で、後の情報ですけれども、どうもね、一緒に住んでた友達や、そしてね、自分が一緒に働いてる会社の人ってのは、自分からはね、誰にも感染してないだそうです。なんかね、一緒に住んでる友達感染しなかったんですね。でね、じゃあ聞いてみたんですよ。どっから移ったの?感染ルートはどこだったの?つって。そしたらね、ノーアイデアだっつって。わかんないっつって。まあ僕もね、そんな根掘り葉掘り聞かなかったですけれどもね。あんまりね、こういう YouTuber とか言って仕事してるとね、やっぱりちょっとね、こう面白いこと、興味深いことがあると動画にしちゃうじゃないですか。だからあんまりこう友達にね、動画作る目的で根掘り葉掘り聞いてるとね、ほんと友達なくなるんですよ。僕なくしたことありますから。だからちょっとね、この場合も根掘り葉掘り聞かなかったんですけれどもね。まあとりあえずね、感染経路はわからないと。で、今の友達の状況っていうと、まだね、そういった咳とか匂いがないっていう後遺症残ってるんですけれども、後遺症っていうのかな。まあ、症状はまだ残ってるんですけれども、とりあえずね、もう普通に働いてるみたいです。それで、週2回オフィスに行って働いて、だから他の人とも接してますよね、もう。で、あと週3回はリモートワーク、家でね、仕事してるんだそうです。まあコロナですからね、ロシアもできる限りね、リモートワークできることはなるべくね、リモートワークで働きなさいっていう風にね、会社に言ってるんでしょうね、ロシアの。まあそういったところがね、今回ちょっとロシアの友達とやり取りして分かったことです。そしてですよ、そしてこっから、こっちの方が僕ちょっと面白かったんですけれども、まあ最初に言ったようにね、ロシアの隣のベラルーシっていう国、ここにいる友達にもね、ちょっと連絡取ってみたんですよ。ベラルーシって言うとね、まあちょっと、ベラルーシの人は聞くと怒るかもしれないですけれども、まあロシアみたいなね、ものなんですよ。ロシアの一部とかって言うとね、ちょっと怒られるかもしれないですけれども、まあロシアにね、それぐらい近しい国なんですよ。でね、ロシアがそんなことになってるから、これベラルーシもね、もしかしたら、で、ベラルーシにいる友達っていうのもね、20代なんですよ。もしかしたらこの20代だけれども、ロシアのね、20代の友達がかかってるぐらいだから、ベラルーシの友達もね、
ひょっとしたらこれ感染とかしてんじゃないのかなと思っちゃったんですよ。そういったこともあってね、ちょっとメッセージしてみました。で、こっちのね、ベラルーシの友達にはもう直接ね、最近どうとかじゃなくて、まあ、こういった流れがありましたから、ですね、なんてメッセージ送ったかな？あ、これがですね、ベラルーシのコロナはどう？ってね、直球で送ってますね。ちなみにね、このベラルーシって国はですね、ちょっとね、やっぱり特殊な国で、ヨーロッパ最後の独裁者って言われてるね、ルカシェンコ大統領っていうね、まあ独裁者って言われてますけれども、そういった人が治めてる国なんですよ。まあそしてね、ロシアに近しい国って言われてるだけあって、結構いろいろとね、おかしなところがあるんですよ。まあちょっとね、コロナに関してはっきり言わせてもらうと、僕はね、前から、もうね、ずっと前から、数ヶ月前からこのね、ベラルーシって国が出している新型コロナのね、感染者数、そして死亡者数、これはね、嘘をついてるって僕は勝手にね、ずっと思ってるんですよ。なんでかって言ってるんですよ。これ見てください。これ第一波。これ第一波ですけれども、どう思います？これ。新規感染者数、これ1日あたりの第一波のところですよ。最近じゃなくて。これ1000人超えてないですよね。こんな綺麗にね、こう1000人のところで止めてる？こんなことがあんのかって僕はずっと思ってたんですよ。僕は絶対これを見てね、ルカシェンコ大統領から1000人を超えた数字を発表するなっていうね、そういうお達しがあったと思ってるんですよ。だからこんな風にね、これ1000人でちょうど上げ止まってると。あ、その前のね、ぴょんとね、1500人行ってるところっていうのは、誰かが間違ってね、ちょっとやらかしちゃったんだと思います。うっかりね、報告しちゃったっていうのにね。まあ、でもその後ずっとね、1000人で止まってるでしょ？こんなわけないなと。そしてこれ死亡者数見てください、死亡者数。これ死亡者数もね、一桁を超えないんですよ。基本的にね、ずっとこれ一桁でしょ？これもだからね、一桁以上の数字を発表するなってね、僕絶対言ってるんだと思うんですよ。もうそういった国ですから。で、まあ、こういった国の話なんですよ。まあ、こういった国っていうか僕はそう思ってるんですけれどもね。まあ、実際にね、結構言論統制とか情報統制ってのはされてるってのはね、これは間違いないんですけれども。まあ、新型コロナに関してはおかしい。数字がおかしいってのは僕は思ってるだけですよ。でですよ。で、友達に、ベラルーシの新型コロナどうって聞いたんですよね。そしたらですよ、友達からいきなり、かなりやばい。っていうふうに、ね、返信が来たんですよ。で、いろいろ教えてくれたんですけれども、例えば、私はテストが受けれません。オーバーローデッドになっていて。で、僕ね、これ、ん？と思ったわけですよ。私はテストが受けれませんって何のテストだと思って。テスト？コロナの？って聞いたんですよね。そしたら、イエスって。まあだからね、これ、PCR 検査がね、受けられないってことなんですよね。で、オーバーローデッドってあるから、まあ多分感染者が多すぎて、PCR 検査が受けれないってことだと思うんですよ。で、さらに続けていろいろ教えてくれたんですけれども、あ、この辺ね、ちょっとあえて直訳で言ってきますね。どういうふうにね、返信してきたかっていうと、一つはウイルスを見せるやつで、私たちが受けられるのは、すでにコロナから回復したやつだ。でも、最初の方のは受けれません。今はテストが受けられません。多分数日したら政府が買って受けられるようになるかも。これどういう意味かっていうと、おそらくですよ。最初の一つはウイルスを見せるやつで。これはね、まあ、PCR 検査だと思うんですよ。ウイルスを発見するっていうかね。そして次の、私たちが受けれるのは、すでにコロナから回復したやつだ。これだからね、コロナに感染した後って抗体ができるじゃないですか。だから抗体検査のこと言ってると思うんですよね。そして、今テストが受けられません。だから PCR 検査が受けれないってことなんですよね。で、多分数日したら政府が買って受けられるようになると。これだから政府が数日したら PCR 検査するためのね、キットを買いますんじゃないか。まあそういうことを言ってるんだと思うんですよ。でですね、こっから何がわかるかっていうと、まあわかるっていうかね、僕はこういうふうに理解したんですけれども、やっぱりね、これ、ベラルーシおかしいんですよ。だってですよ、今言ったように PCR 検査のキットがね、もう足りないわけですよ。それでね、新規に感染したかもしれない人たちが PCR 検査受けれないわけですよ。本当に感染してるかどうかっていうのね。で、そこからね、僕は何がわかるか、僕は何を思ったかっていうと、これ、さっき見てもらいましたけれども、もう一回見てください、これ。ベラルーシの新規感染者数のグラフです、これ。第1波、1000人ぐらいですよね。そして第2波。第2波は、これ、面白いですよね、第2波。第2波もこれ、直近、ギリギリね、1日の感染者数1000人で、こう、ラインができてるじゃないですか。こんな風に止まるわけないんですよね。だからここまでは政府からやっぱお達しが出てた通り、前から出てた通り1000人を超えてね、報告するなって絶対出てたんですよ。だからこういう風にね、最近の第2波でもこう1000人のラインができていて、でもその後ね、あまりにも、もちろん最初からね、1000人以上出てたと思うんですけれども、最近はね、あまりにも感染者数が増えすぎて、1000人っていうのもね、いくらなんでもおかしいってことで、例えばね、1500人まで行っていいぞとかね、そういうお達しが出て今ちょっと増えてると、グラフがね。でも実際はね、絶対こんなことじゃないんですよ、感染者ってのは。なんでかって言うとですよ、これ。以前もこれね、このグラフに従うと、1000人ぐらいの感染者ってのがね、ベラルーシは出ていたと。そして直近もなんだかんだ言ってもね、1000人から1300人ぐらいまでなわけじゃないですか。それでね、いきなり PCR 検査のキットが足りなくなりますか？もう皆さんわかりますよね。だって前1000人出てて、今1500人ぐらいだったら、
一番ね、新型コロナウイルスが流行った時だったら分かりますよ。いきなり流行っちゃったんで、PCR 検査のキットが間に合ってないって。でも今違いますよね。みんなどこもね、かなりの数の PCR 検査のキットって揃えてるわけじゃないですか。いくら途上国っつってもね。それで第一波が1000人ぐらい出てて、今がね、1500人ぐらいだった。まあこれ見るとね、1300人ぐらいなんですけれども。だからね、そのぐらいの急増でね、PCR 検査のキットがね、なくなったりとかね、足りなくなったりしないわけですよ。わかりますよね。皆様そう思いませんか？だからね、少なくともこの第一波、第一波1000人って書いてますけれども、このね、第一波の1000人も違うと思うんですけれども、おそらくね、今ベラルーシで起きてる第二波ってのは、これね、2倍とか3倍、もしかしたらね、それ以上出てる。だから PCR 検査のキットが足りなくなってるってことだと思うんですよ。まあそういったことからね、これやっぱりね、ベラルーシが発表している、この感染者数のグラフっていうのは、嘘の数字なんだろうなっていうのを僕は思ったんです。まあじゃないとね、PCR 検査のキットってね、ベラルーシで足りなくならないですよ。この時期に、この人数ぐらいで。そこはちょっとね、僕前からこのベラルーシが出してる数字っていうのを疑ってたんで、今回ね、こういうことが分かって、やっぱりこれ嘘言ってるな、やっとるなと思ったっていうね、まあそういった話でした。まあそしてですよ、ちょっとね、この友達、このね、ベラルーシ人の友達自身の話になるんですけれども、で、ここからですよ。まあ今ね、ベラルーシですごいね、感染者数が増えてる。そういった話聞いたわけじゃないですか。で、ここからね、お前は平気なの？って聞いてみたんですよ。この友達にね。そしたら、こういう風に返信がありました。自分は大丈夫。ただ、ここ一週間頭が痛い。そして、昨日から匂いを感じない。いやいやいや、それ感染しとるやないかーいって話じゃないですか。匂いがないって。それ感染してんじゃんってね。で、友達は続けて、まあ、ちょっとね、ここ一週間頭が痛かったけれども、今はちょっといいかもね、つって。ただ、匂いはしない、つって。やっぱ感染してんだろってね。まあ、そんな感じで、頭痛と匂いの問題が発生してから一週間が経った、つって言ってますね。で、僕は言ったんですよ。いや、匂いがないって？お前それコロナの症状だぞ、つって。そしたら、イエス、つって。イエス、つってね。まあ、そういったこともあるから、一応ね、ここ数日間は自主隔離してると。多分友達自身はコロナじゃないんじゃないのかなって思ってると思うんですよ。でも一応ね、まあ、自主隔離してると。で、なんか、ホルモン剤の薬を飲んでると。まあ、ちょっとわかんないですけれどもね、ホルモン剤の薬なんで飲んでるかって言ったらね。それで僕は次に聞いたのはね、仕事はある？って聞いたんですよ。これどういうことかっていうと、結構ね、僕海外に友達いるんですけれども、やっぱりね、今回の新型コロナね、例えばスペイン人とか、実際にね、仕事をなくしてる友達もいるんですよ。そういったのもあったんで、まあ今ね、ベラルーシとかロシアとかで、どう考えてもね、新型コロナって広がってるわけですよ。だからね、このベラルーシ人の友達が、まあ、体調が悪いってのは分かったんですけれども、仕事とかちゃんとあるのかなと思ってちょっと心配になってね、聞いてみたんですよ。仕事とかある？っつって。そしたらね、大丈夫、アメリカの IT 会社で働いてるっつって。リモートワークで。まあ、この人ね、もともとね、海外の会社、例えばベラルーシ人なんですけれども、ベラルーシにいながらにして、ロシアのね、ロシアのなんかの会社で、こう、リモートワークしてたりとかね、まあ、そういったね、前からリモートワークでね、仕事を取ってるね、そういった人なんですよ。で、今はアメリカの会社からね、リモートワークの仕事をもらってやってると。まあ、ちょっと安心しましたけれどもね。ということでね、今日僕はちょっと皆さんに話したかった、ロシア人の友達、そしてベラルーシ人の友達の話っていうと、こんなところです。で、あとね、ちょっと気になったのが、ロシアって言ったらね、ワクチンでしょ？もう10月ぐらいからね、一般の人に接種させるって言ってたじゃないですか。でもね、さっき見てもらった通り、一向にね、ロシアの感染者数って減らないじゃないですか。減らないどころかね、どんどん増えてますよね。だからね、ちょっと、ロシアのワクチンどうなってんだよと思って調べてみたんですよ。そしたらね、基本的に何も進展が見つからなかったですね。まあね、ロシアが国として、なんか他の国にいろいろ当たって、他の国もロシアのワクチンを買うようにとかね、他の国でもロシアのワクチンを製造するように、こういったね、話をしてるっていうのはニュースはいっぱい出てるんですよ。ただね、じゃあロシア国内でね、接種が始まったとかね、そういうニュースはね、全然なかったですね。なんかロシアが今話をしてるのは、基本的にね、ブリックス、ブラジル、ロシア、まあロシア自身ですけれども、ブラジル、ロシア、インド、中国、そして南アフリカと、こういったところにね、ロシアの新型コロナのワクチン、製造しないかっていうふうにね、呼びかけてると。まあそういったね、ニュースぐらいしかなかったですね。あとですね、最後に一つ。これもね、ロシア関連でちょっと気になったニュースなんですけれども、新型コロナの変異、シベリアで確認、危険性増さず、ロシア当局。ロシア連邦消費庁のポポワ長官は17日、シベリアで新型コロナウイルスの変異が出現したと発表した。メディアで、シベリアで特定の変異が見られる、特異的突然変異を伴う独自タイプが出現しているようだ、と指摘。変異による伝染性や致死性への影響など詳細は示さなかったが、新型コロナの危険性が増すことはないと述べた。ということでね、やっぱ新型コロナって言うとね、なんか変異してるみたいなんですよね。だからやっぱりね、こういったことで気になるのはね、今ワクチンができたとかってニュース出てますけれども、
新型コロナがね、まあ、変異にもよりますけれども、変異によってはですよ、開発したワクチンってのはね、効かなくなる恐れってのがありますからね。これはちょっと気になりましたね。一応ね、このシベリアで確認できた変異ってのは、ワクチンの有効性をね、失うものではないっていうふうに言ってるみたいですけれどもね。まあ、今回はそうかもしれませんけれども、違う時のね、また違った時に起こった変異。まあ、それがね、ワクチンを効かなくするかもしれないですからね。はい。といったところでね、今日はこんなところでございます。